キリル・ウラジー・ミロビチ1938年10月12日は、ロシア帝国の皇族、ロシア大公。ロシア革命が勃発し、それに引き続いて、重刑の皇帝ニコライ二世とその弟ミハイル、大公が処刑されると、ロシア提出課長及び名目上のロシア皇帝を、称した。海軍少将,将。皇帝アレクサンドル二世の産男。 ウラジーミル・アレクサンドロビチ大公とその妻マリーヒとの間の次男として、ザールス・コエ・セローに生まれた。誕生の翌年に、兄・アレクサンドルが2歳で死去したため、大公一家の事実上の長子として育てられた。母・マリーは、メクレンブルク・シュベリーン大公フリードリヒ・フランツ2世の娘で、キリルが生まれた時は政教への改修を拒んで、プロテスタント信仰を守っていたが、後に、 息子たちの定位継承権を保持するために改修し、マリア・パブロブナと名乗った。アレクサンドル2世の男系の孫息子であるキリルには、ロシア大公の称号と、の、継承が与えられた。1896年、海軍用年団を卒業。その後、一等巡洋艦、ロシア、ゲネラルイコールアドミラール、戦艦、ロスティスラブ、ペレスベートで勤務した。 1902年から1903年には一等、巡洋艦、アドミラル、ナヒモフの専任主幹を務め、1904年3月には、太平洋艦隊司令官本部海軍課長に就任した。1904年に勃発した日露戦争に出征し、太平洋艦隊司令長官ステパン、マカルフ海軍中将の機関であった戦艦、ペトロパブロフスクで勤務した。しかし、 ペトロバブロフスクは1904年4月に、旅順攻撃で、日本海軍が付設した機雷によって沈没した。キリルは生還したものの重度の火傷を負い、戦闘ストレス反応に悩まされ、本国に送還された。1905年10月8日、10枚にあたるザクセンコーブルク号竹の、ビクトリアメリタ王女と結婚した。ビクトリアメリタの父のザクセンコーブルク号アルフレートは、 イギリスのビクトリア女王の次男であり、母はアレクサンドル二世の娘で、キリルの父方のオバマリア・アレクサンドローブナ、大公女だった。キリルと非ビクトリアメリタ、および夫妻の長女マリアこの結婚は、ビクトリアメリタが4年前に、最初の夫でやはり男だったヘッセン大公、エルンストルートビヒト離婚していたために、ヨーロッパ諸国の宮廷で大きな修分として取り沙汰された。 さらに悪いことに、エルンストルート・ビヒは皇帝ニコライ・ニセイの皇后、アレクサンドラ・フヨード・ロブナの兄だった。皇后は、かつての義士で10枚でもある、ビクトリア・アメリタを毛嫌いしており、このことが、ロシア宮廷内のキリル大公の結婚に反対する空気をさらに助長した。キリル夫妻がロシアに帰国して間もなく、ニコライ・ニ世は、キリルの皇族年金の受給資格と、の、継承。 これまで与えられてきた英典と勲章、そして海軍軍人としての軍籍を剥奪した。キリルは国外への亡命を余儀なくされた。しかし1909年に父のウラジーミル大公が死去してキリルが帝位継承権第3位となると、ニコライ2世はキリルを海軍大佐及び皇帝副官の地位に復帰させた。ビクトリアメリタも宮廷の歓迎を受けて、 ロシア大公費の称号を与えられ、以後ロシアでは、ビクトリアフヨドロブナ大公費殿下と名乗るようになった。ビクトリアメリタとの間には3人の子供が生まれた。マリーニンゲン・コーカールと結婚、キーラ・プロイセン王子、ルイ・フェルギナントと結婚、ウラジーミル父に引き続き、ロシア提出課長を名乗る1909年から1910年には、巡洋艦、オレークの専人士艦、 1912年1月から9月には、同艦官長を務めた。1914年7月、最高司令官附属海軍局事務、委任参謀将校。1915年3月から、新英乗組委員長、同年2月から海軍法術部長を兼任。1917年に2月革命が勃発して、ニコライ2世が位を余儀なくされると、キリルは、 帰化の連帯と一緒に臨時政府に忠誠を誓い、征服に革命指示を表す赤色のリボンをつけた。この行為は提出の人々から裏切りとして激しい非難の的になり、あと10月革命が勃発するとキリルは妻子を連れてフィンランド経由でドイツのコーブルクに亡命した。そしてその後フランスに移り、残りの半生を過ごすことになった。 1922年8月、キリルはそれまで存在すらしていなかった、ロシア定位の保護者の称号を名乗った。そしてさらに2年後の1924年8月31日、キリルはさらに踏み込む形で、全ロシアの皇帝にして、先制君主の称号を名乗ったのである。定位継承法に照らし合わせれば、キリルは、ニコライに世一家と見入る大公が、 ボリシェビキ政府によって処刑された今、ロシア定位請求権者の主位にあった。しかしながら、キリルの母がキリルを出産した時にまだ、プロテスタント信徒で政教に改修していなかったことを、理由として、かつてのロシア皇族からキリルの定位請求には反対の声が上がった。加えて、定位請求者となって以降、仮に、定制復活が実現するならば、 ソビエト体制の要素がロシアに残ったままでも許容する考えだったこともあり、ソビエトのツアーリとまで揶揄されるようになった。ロシアファシズム会議での風ムべく中央は、パベル・ベルモント・アバロフ、その左はアナスタシア・フォンシア付き亡命生活を送る間、キリルは政党王朝主義者と名乗る亡命ロシア人の一部から、資金援助を受けて生活していた。キリルを皇帝と認めない人々は、 非決定主義者と呼ばれた。彼らは以前の体制を根底から覆すような革命が起きてしまった以上、訂正を復活するにしても新たな皇帝はゼムスキー・ソボルの選出を受ける必要があるだろうと主張していた。これには前例も存在した。1922年に白軍の指導者の一人、ミハイル・ディテリフス将軍によって開催されたアムール地方のゼムスキー・ソボルが ニコライ2世やキリルの14字にあたるニコライニコライエビチ大公を全ロシアの皇帝と宣言していたのである。キリルは青年ロシア人という君主制支持者の組織から強力に支持されるようになった。ムラドロシシは亡命ロシア人による君主制支持組織で他のファシスト運動とは距離を置いていたもののファシズムの強い影響を受けていた。しかしムラドロッシはチャーリ先生体制と ソビエト独裁体制は平和的に共存可能であると主張するようになり、ソビエトに対する共感を強めていった。キリルは、ムラドロッシの組織者であるアレクサンドル・カゼムベクが GPU のエージェントとの会合を重ねていることを突き止めてからは、同組織に対して用心深くなった。キリルは、カゼムベクが組織の総裁職を辞任することに同意している。キリルの一人息子ウラジーミルは、 第二次世界大戦が終わる頃まで、ムラドロッシュとつながりを保ち続けた。キリルが1938年に死去すると、一人息子のウラジーミルが、ロシア提出課長の座を継いだが、提出の一部の人々はウラジーミルを課長とは、認めなかった。ソビエト連邦が崩壊した後、ドイツのコーブルクに埋葬されていた、キリルの遺骸は、サンクトペテルブルクのペトロパブルフスク要塞に移された。 ありがとうございます。